水明公園は北海道岩見沢市にある都市公園。かつてこの場所には大正時代に竣工した浄水場があり、この地域の近代水道の発展を支えていた。この公園の前身は1925年の水道設備改良で設置された岩見沢市東、浄水場である。それ以前は市の沢水源より無処理で通水していたが、浄水道の安全性、 衛生面等の工場を目的に設置された。東上水場は完成後も数度の設備拡張を行ったが、1957年の桂沢ダム完成を境に、役割は徐々に縮小されていき、1972年には閉鎖を迎える。その後、1983年に岩見沢の回帰100年、市政施行40年を記念し、公園として整備が施された。 1908年、国内13番目、道内2番目の速さで開通した岩見沢の近代水道の歴史を忍ぶ場にふさわしく、園内の設置物は、浸水路や水時計など水に関連したものが中心となっている。また、着水灯やバルブなどの浄水場時代の移行も見ることができる。最寄り駅は岩見沢駅だが距離がある。北海道中央バス。 岩見沢ターミナルから三笠線で労災病院正門、または日の出台、栄町循環線で労災病院通下車。ありがとうございます。